あ、そうですね。スタンダードのコンボは少ないのは少ないんですけど、一応何種類かはあるので、最近だと青タンとかですかね。ライフが50超えてるとタップで生贄捧げてかな、で対象に50点っていうすごいアーティファクトがあって、それを活用するすごいコンボデッキがあって、さあ1位は、先手は当然1位通過の森永選手。お互いマリガンはなしでスタートのようですね。はい、それではいよいよドミナリア環境友人戦決勝戦がスタートとなります。まずは青白タップインから。さあ来るか。さあまずは発明者の見習いから、アーティファクトをコントロールしているとプラス1プラス1。アズカンタの探索を開始で森永選手置いてきました。いい流れですね。これで2点。さあお互いここまでは理想的ではありますが、森永選手は、場に出てしまったクリーチャーしっかりさばいていけるか、おそらく何らかの除去呪文構えているでしょうといった動きの森永選手ですが、ここに平田選手ボーマットの球種も追加していきたい。本当にここまでは理想的ですね。もう途切れずに脅威を展開し続けて、さあ森永選手はここに不許可を当てるか考えています。さあここはカウンターせず通していきますが、ここで封じ込め、ウズテツションタカリアを追放していきたい。しかしここに作白で自らのタカリアを除去して追放防いでいくと。こういう細かなプレーも大事ですよね、やっぱり後々の息切れにつながってくるので。さあ森永選手は無事に4マナ目までは到達できそうです。さあここからですよね、この残骸の漂着、ね、ブラスカの侮辱、排斥とさまざまなカードが一気に増えますからね、4マナになると。まあただやはりあんまり遠慮して殴り続けると単純にダメージを損し続けるので、見えないプレッシャーとどう戦っていくかというところですが、一体でここアタックしていきます。で、ここでは平田選手何も展開せずにターンを返します。森中選手は手札がスカラベ送信不許可までは見えますが、何もせずに5枚目の土地もゲット。ここでもフルオープンの勝ちと思いきやスカラベの神。さあしかしここにしっかりと合わせられる無許可の分解、ここが本当に赤タンとの大きな違いですね。3点与えつつ除去ができると。このターンは当然森永選手フルタップですので、平田選手また越していきたい。2台になってきますね。もうこうなるとね、2枚目の無許可の分解があったとしたら、次のターンスカラベだとするとそのまま削り切れてしまうので、森高選手ライフが7。いや、いいですね。平田選手手札にキラの信号を見えたので、スカラベの神はもう乗り越えて勝利することができそうです。
対策危険水域といっても森中選手ここからどう振り返して、ここは何も出さずにターンを返していく。あ、誘発を忘れてました、戻ってくるんですね。さあここはもう2枚目の分解などをケアするとスカラブ出すわけにはいかないと、うん、さあ山3枚ということは新戦力、あ、けど分解の2枚目持ってます ね。もうこうなると森中選手は残り7点のうち4点を削れば勝利すると言い換えることもできるので、うん、ただその残骸の漂着なんかで大きく損をしないようにいかに丁寧に攻めていけるか、うん、このアタックはかなり重要になってきますね。そうですね、基本的には戦闘前に何かをして、うん、相手にマナを使わせると残骸の漂着がケアできるんですけ ど、今ただ鎖鳴らしを出しちゃうとボーマットが炸れない、生贄を捧げることができなくなってしまうので赤マナがなくなり、うん、さあここで平田選手はキランに2匹で登場ですかね。さあこの3点のアタックどうさばいていくか、さあこの登場は OK して攻撃に移りました。そしてターン終了。さあ森永選手ライフが3、そして平田選手の手札には除去と3点ダメージを兼ね備える他の分解が、そこで送信を説明者見習いにキャストしていく。あれですね、キラーの信号もう一つの利点として送信にも引っかからないという。あ、伝説なんですね、なるほど、強力。さあそしてクリーチャーが死んだのでタカリアをここで起動し、ここにを不許可、戦場に戻ってくる能力を打ち消したと思いますね。さあ、うん、このターン登場ができなければボーマートで殴るしかなさそうに見えるんですが、登場ができるか、うん、登場できれば多分しのげないと思いますね。さあ鎖回し、これが取ってしまうとここで森永選手投了ということで、まずは1本目アクロアグロの平田選手が勝利となりました。キランの新号の良さが、うん、いきましたね、遺憾なく開けされましたね、うん、封じ込めも送信も効かないと、うん、きっちり削り切って、もう本当理想的でしたよね、うん、漂着までにもうプレッシャーを与え続けて、うん、漂着の頃にはそれをしっかりケアできるように、うん、自分で選べるような状態だったので、まあ、やはり分解が強かったですね。あの一旦もう森永選手としては3点食らって一旦、パスされたようなもんなんで、うん、はい、ありがとうございます。コメントの方ではこれから始めるならどんな感じがいいですかという質問に視聴者の方が答えてくださってますが、さあここでトップ8デッキリストが、カレレアのウェブページですね、カバレージページの方で公開されたということで、ぜひですねどんなデッキがトップ8残っているのか改めてですねリスト参考になると思いますので、ご覧になっていただければと思います。もちろんこの決勝戦もねお互いのリストを見比べながら見ますと大変面白いと思います、はい、これサイドボードに入っていきますね。さあ例によって平田選手は対戦相手が対処しづらいであろうクリーチャー以外のパーマネントも採用しながら、先ほど大活躍だった大厄介ですか、うん、という手札破壊兼クリーチャー除去呪文を入れていくと、子供大活躍者の大災厄ですね。大災厄全然違う延々と名前を間違え続ける。あ、間違えたんですか。あ、いや、僕が延々と間違え続ける。何と大厄介と言ってた気がする延々と間違え続ける。
中選手サイドボードを一本取られた跡がない状態で吟味して行っています。森中選手人質取りをサイドにしているように見えましたね。まあ、期待も対処できますし、うん、まあ、仮に死んでしまったとしても対戦相手に除去を強要できるので、うんうん、ライラとかスカラベの前の一手として、うん、さあチャレンジャーデッキハルリアではなんとチャレンジャーデッキはですねハルリアトップの方からかな、バナーがございますのでそちらの方から、販売ページに、行っていただけるといっぱい売ってるかなと思いますので多分今サイドボード中なんでできる放送管理をしている方がリンクを貼ってくれたりしちゃうんじゃないかなと。ダメでしたブーっと。あ、そうですね、あれ確かリンク長すぎて切れちゃうんですよね。コメントで表示しきれないという問題が。カレリアウェブページのトップの方からですねチャレンジャーデッキ販売ページにも行けますのでそちらの方からぜひ、チャレンジャーデッキですねここにいただければと思います。一番上の森中選手のデッキがエスパーアグロと表記されている。ありがとうございます。そういうのをそっと教えていただけると大変ありがたいです。エスパーコントロールですかね。はい、これはそのうち修正していただけると思います、うん、仕事ができる面白い記事が書けると評判の大久保くんがすぐに修正してくれるだろうと。ちょっと放送久しぶりなんですけど、はい、異次元のいじりを入れるようになってきましたね皆さんに映ってないとこにも振りまくる、ね、はい、というわけで決勝戦2本目がスタートですね。青白のデッキリストに送信が4枚入っている。そんなバカな。さあ、マリガンチェックですがそういったところもですね、まあ、おいおい、まあ、修正されるかと思いますので申し訳ございません。さあ森永選手先行なんですが1回マリガン、平田選手はあまり悩んでる様子もなかったのでキープしてそうですね。そうですね、なんと今回から、コメントでもありましたが環境維持戦ハレリアの全店舗で同時開催ということで、まあ、店舗ごとにどんなデッキが勝ったかとか、はい、どんな秋タイプが流行っているのかとかですねそういったところも、注目しながら結果注目していただければと思います。さあワンマリガン号さあちょっと土地が多そうですね、まあ、サイクリングランドがあるのでここはスタートしていきます。先日は下さあ黒タップインからさあ平田選手はボーマットの休止いいスタートですね。赤いデッキの最高のスタートと言われている、まあ、特にコントロールデッキに対しては一番嬉しいアクションですよね。ここでまあ、ここまで何度もご覧いただいたと思うんですけどもどれだけ強いクリーチャーが横にいても結構除去されるぐらい強いクリーチャーなので。平田選手強迫なしとなしいるのはスカラベの神ただ一体のみ。サイクリングランドは本当に大量にあったのでここから手札を回転させつつで平田選手がプレッシャーをかけてこなかったっていうのは森永選手としては嬉しいですね。どちらかというと、ダメージが増える方が嫌な流れだったので漂着を手に入れましたね。平田選手もちょっとね土地が多いんですよね、多分そんな感じですよね。またゴブリンの鎖回しこれをドローしたのでキャストしていくのではないかと。確かにちょっともう残り全部土地ぐらいかもしれないです。ちょっとチラッと見えたんですが確かに土地が多めでしたね。
呪文ありますかね。確かにそうですね、うん、土地3枚と、サオマラの大最悪、はい、ありがとうございます。さあここは森山選手、残骸の漂着が手札に入っていて勲章も見えますね。だいぶさあ平田選手、このターン大最悪を打ってな、打ってから殴ると残骸の漂着がどうやっても避けられるんですけど、そうするとスカラベの神が出てきてしまうので、うん、さあ引き込んでいる。これは休止で貯めてる現在4枚、今3枚ですね。今あれがスタックに乗ってる状態でこれをキャストされてるので、これはどうでしょうね。ちょっとねここで貴重な追放除去を捨ててしまうと、次のターンまあ確実に出てくるスカラベの神が対処できないので、平田選手はそのために、大最悪を打たなかったんですけど、さあここでただそのそれ以外が本当に全部土地なので、ちょっと手札を入れ替えたいんですけど、また大最悪も欲しいという悩ましい状況ですね。これぐらい盤面押せてない状態だとスカラベの神、何度でも帰ってくるスカラベの神の対処には困るので、さあかなり悩んで受け入れそうですね、まあ、この状態、手札を入れ替えたらスカラベの神に負けてしまうだろうと。攻撃クリーチャーすべて追放する非常に強力な呪文、これ残骸の漂着ですね。そこで後続を出さずにターンエンド、さあ登場しましたスカラベの神ですが、ここには先ほど温存しておいた大災害ですね、じゃあ追放で対処していきます。さあただ森中選手としては、まあスカラベの神は綺麗に対処されてしまったものの、これでだいぶ時間稼げたので、もうね今のターン土地も置いてないので、手札の弱さっていうのももうはるか昔のことと、そこで平田選手フェニックスをドローしましたね。さあ登場する再燃するフェニックス、さあ森中選手はここで沼ですかね、黒黒の呪文をキャストするための、さあこの再燃するフェニックスも非常に対処が難しいカードではあるんですが、森中選手がこれまで引いてきたカードの中に対処法があるかどうかとところですが、森中選手本当に相当手札強くなってそうですね、追放除去もたくさんあるように見えますが、おー手振り引いた、これはあの手振りを出して2マナ構えるパターンじゃないですか、これは伝説のムーブが、伝説ムーブ、おっとこれはうまい、他の分解を自らのフェニックスに打って次のターン復活させるようにすると、さあこれで除去1枚は損してしまうんですけど、こうすることによって速攻を持ったフェニックスが墓地から舞い戻ってテフェリーを対処できると。ナイスプレーですね。さあしかし手札が土地が多い、さあこの隙になんとか固めていきたい森永選手ですが、封じ込めをフェニックス打っていく、対処は完了と。今回はもう2段構えですね、仮に、平田選手がもう1枚除去呪文を打ったとしても、うん、しっかり、トークンを対処できたので、そのたかりや
またもたかりを引いている。森中選手の手札には勲章が見えるんですが、ちょっと他がよく見えないんですが、選手アタックこれ落として3点。ブラスカの侮辱はありそうですけどね。そうです、 あ、 ありますね。さあ後続のたかりを戻してターンエンド。ここでシュプリームビル主砲の石でドローしていきます。さあ見えましたね。もうここまでしっかり除去を消費させているので、さあここは送信で一体消していって、今墓地に除去、クリーチャーいないですかね、平田選手は。おお完璧。さあここで、その上で登場ライラ、ドミナリアがもたらした強力クリーチャーですね。がしかし平泉のフェニックスを引いている。まあただこうなるともうライラがいると無視できるスペルの数が全然違いますからね。ついに動き出す。さあそして平田選手の手札が土地しかないことはすでにバレていると。強烈55飛行先制攻撃ハンコント、大展開一気にライフレースひっくり返りましたね。キランの新移行をドローした平田選手ですが、ちょっとこの状況では厳しいか。さあ平田選手としてはもうとにかく厳しいですね。そうですね、手札ももうバレてるので、まずはあいつを天使を何とかしなければいけない。さあこのアズカンタの探索も設置して、もうかなり盤石ですね。ドローはピアナラですが、この天使の前ではちょっと役不足か。もう少しライフが少ないと、森中選手のライフが少ないといいんですが、ブロックして生贄を捧げると、ハンコンを邪魔できたりするんですが、うん、ちょっとこれだけライフが多いと。さあお互い手札1枚ですが、このライラ天使が強い。平田選手のライフはすでに10、そして森永選手のライフは20。あんなに殴られてたじゃないかと。さあここでダメ押しか。アズカンタの探索がひっくり返って、ここからはもうアドバンテージが止まらない。さあ平田選手ついにライフは5。素晴らしいですね。今引いたカードも残骸の漂着に見えました。なるほど、ライラはやっぱり本当に4番っていうのが偉いですね。4回のアタックでしっかり勝ち切れるフィニッシャーって最近は少なかったので。さあイクリミの望みをつなぐが、おお大最悪。素晴らしい。アズカンタの遺跡でこれに対抗するものを見つけることができるか。さあ見事ライラの除去には成功、ね、致命的な一押しが加わっていますが、まずはライラを何とかできた。普通に行きましたね。もう登場せずにそのままアタック。さあピアナラの能力プラス1プラス0の能力は使わず、うん、しかしここでおお人質取り難しいですね。いろんな選択肢がありますが、うん、ちなみにピアナラのアーティワークと生贄捧げるという能力は残骸の漂着からたかりを守ったりするときにも使えたり、うん、
さあ今ピアナラがいるので人質取りでアーティファクトを取ることは叶いません。ピアナラ自身を取ることはできるんですが、アーティファクトを対象に取ってしまうと対応して生贄に捧げられてしまうので、それキャストして、ピアナラですね。さあこれをそのまま唱えて、もう単純に、ライフ差がすごいので平田選手としてはちょっとこれで若干守りも意識しなければいけなくなったと、うん、さあドローは土地でしたが、おそらくイフニルの視界ですかね。一応能力付きの土地なので、うん、さあただライフ5がね、うん、今度は打って変わって平田選手がライフ危険水域、なのでイフニルの視界でピアナラを、さあこうすることで今墓地にあってクリーチャーがなかったんですよ、タカリア用の。これで今ピアナラを殺したことでタカリアが復活する条件を達成できるようになったので、仮に森中選手が攻撃してきた場合、それを墓地から戻してキランの信号をクリーチャー化できてブロックもできると。あ、ごめんなさい、あれがあるから無理か。権威の何でしたっけ、領事の権限があるのでちょっとタップインなのか。ライフは2。さあただ森永選手が致命的な一押しを持っているのは、先ほどのアクションで見えているので、さあいずれにせよ平田選手はまずは守りを固めないとこのまま削り切られてしまう。今盤面で8点はある状態なんですが、ちょっと本体を倒しきるには至らないと思うので、2枚目のピアナラを引きました。ただちょっとこのターンブロッカーは全て権限でタップ状態で出てしまうので、クリーチャーではしのぐことができない。全部土地これが通ります。さあだからこの状態だともう全てをブロッカーに立たせて、本流の機械巨人ドロー。さ、手札はかなり森中選手強力ですが、そうですね、もうどうやって詰めていくかだけですね、うん、まずは致命的な一押しから。さあ登場するんですが、ここを機械巨人で打ち取り、ゲームセット、うん、さあ森中選手見事に逆転しました。でゲームカウント1-1で3本目に入っていきます。さあまずはライラが強かったのもそうですが、森中選手が入れた人質取りですよね、人質取りの活躍も素晴らしかったです、うん、最後の数点を詰め切るのに。あ、ちょっと平田選手ちょっとね土地が、ね、あまりにも多かったので、うん、や
りちょっとライラがそうですね、まあ、けど序盤本当に、平田選手が脅迫を打った段階ではこんなゲームになるとなかなか、やはりサイクリングランドも強いですよね。サイクリングランドなしからあんなにリカバーするのはもうほとんど無理だったと思いますけど、そうですね、ああいうカードはよく言われてるんですけど、仮に1枚も手札に入らなかったとしても土地4枚だった場合は、土地4枚が下に行ったと思えばそれだけでも仕事をしていると、さあ次は3本目、平田選手の先手からスタートです。平田選手としては4ターン目までに多分もうちょっとスペルが引けていると残骸の漂着もケアしたプレーもできたと思うんですけど、ちょっとモスカラベの神が次来るっていうのと手札がちょっとあまりに弱すぎたためにそういった駆け引きができなかったのが残念でしたね。せっかく溜め込んでいたボーマットの吸収の能力もちょっと使えそうですね、ところで使えなかったというところありましたね。平田選手けど本当にもう手札が弱すぎたんであのプランで行くしかなかったですね。あそこで通って次のターン、森岡選手がスカラベを出してきて、それを大サッカーで打ち取って、ボーマット次5枚とかですかね、で起動っていうのが平田選手の思い描いてたプランだと思うんですけど、それが成功したら多分勝ってたと思うんですけどね、あのターンが勝負の分かれ目でしたが、南成環境ウィジン戦の決勝戦ゲームカウントは 1-1 です。これから3本目、勝った方が優勝となります。あ、ごめんなさい名前も間違いまくってる。もうドゥームフォールがやはりいたと、漢字に弱いため英語がこれずっと右目出しといてほしいですね大最悪それがコメントで大作会もまあ不吉ですけどね、なんとなくそういう絵してますよね。してないですね、すいません、はい、はい、そうですね、エンチャント対策としては排斥、まあ、対戦相手も使ってきますけど排斥が一番、メジャーな対処法ですかね。いや、そこはもう打ち消しを恐れてじゃなくて完全にスカラベをケアしてっていうターンでしたね。マリガンなしでスタート。平田選手今回は1ターン目には置けていないが、遅れてボーマットの吸収をドロー。そしてまずは選手の高リューから。ジョージの権限聞きますね。ちょうどボーマット引いたのもあって、いや本当に1枚だけ引きたいんですよね1枚だけというタイミングで引きたいカードですね。さあこれはタップ状態出ているので速攻だ、殴れで、おー、ここで、あー来ましたね、これですね、アルグールの団結、アルゲールの団結ですね。先ほど津村選手がまあコントロールデッキ、まあ、ないしは息切れの時に非常に強力だとおっしゃっていた。いやもうこれは常に強力ですね、本当に、平田選手としてはかなり、もう先ほどのゲームこれが仮にあったとしたならば全然違うゲームになってましたからね、もう基本的にこれで土地さえ伸びれば息切れもないですし、もうどん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 起動するたびに土地も伸びていくので、さあキアナラがありますがここは出しますかね。ちょっと2マナのアクションがなかったら一旦ドローに当てるかもしれないですね、4マナで2回ドローして次のターンに5マナから3のアクションドローもありえますが、ここでは出していきましたね。そしてここには中略追放の X カウンタージョンですね、こちらが刺さります、
手札にはスカラベの神大先生が控えているように見えましたが、うん、平瀬選手の手札はかなりいいですね、うん、さあチャンドラ、そうですね、チャンドラありますね、まあ、これチャンドラを出したいから先ほど強気に行ったのはあるかもしれないですね。さあただピアナラもあるのでまずは、おー、いいですね、これはもう平瀬選手の思い描いている通りのプランだと思います。これで打ち消し呪文を消費させて最終的にチャンドラにつなげたいと。さあしかしここでカラベの神とかこれに対処するカードを引きたい平田選手ですが、いや、しっかりネタ持ってる気がしますね。初手ぐらいから持ってたと思います。持ってました、大三役、もうこれを待ち構えてましたね。しっかり追放してダメージ3点、ライフが9。いや、もうここまでは平田選手本当に完璧なゲーム運びだと思います、うん、さあそして人質取りでなんとか、さあしかし出せない、ここでさあここはチャンドラもちろん使うのはマイナス3でしょう。さあこれで平田選手の場に人質の高値が戻ってくる。3枚目、これがそうなんですよね、ちょっと弱点、さあ対する平田選手はチャンドラとアルゲールがあるのでもう息切れとは無縁ですからね。もうその脅迫を打とうとしましたが、まあちょっと待とうかというところですかね。ただ1枚ですからね、森永さん。そしてその1枚が打ちましたね。手順に残骸の漂着がありますが、これがディスカードされる。さあ残りライフが6。さあまだ行くのか、まだノリコ起動、さあたら置けるぞと引きました、思惑通り。もう本当に息切れは絶対にしないですからね、森永選手。ここでおースカラベの神ドロー間に合うか。さあしかし平田選手もう今日の MVP と言える、僕が名前を言えないあのカード持っているような、大最悪。さあ本体にさらに2点が入って残りが4。さあ持ってます、これは持ってますね、打つでしょう。大最悪でまたもスカラベの神が追放される。残りが1、場にはチャンドラ。さあ森山選手この状況なんとかできるか、できなかったというわけで富永環境ウィジン戦優勝は赤黒アグロ平田智樹選手でした。おめでとうございます。もう完璧なゲーム展開でしたね、相手の脅威をしっかりさばいて、もあれだけアドバンテージ源がしっかりしてると、平田選手はもう時間が経てば経つほど有利になるので、もう森中選手の脅威さえしのげばいいと。さあそして今日の MVP、 名前が言えない MVP が大活躍でしたね。もう僕は今までどんな間違いをしてきたか忘れたいぐらいですが、残念ながらこの放送は永遠に残ってしまうという残念なお知らせ。まあやはりドゥームフォールですね。